渋谷区立笹塚小学校は、東京都渋谷区笹塚にある公立小学校である。笹塚2丁目の住宅地に所在し、学校の校舎、敷地は、甲州街道の北側近くにある。学校は、京王線、京王新線の笹塚駅東北東方向に、ほど近く、笹塚駅北側を通る甲州街道を、新宿方面に歩くと、ビルの間から、学校の正門が見える。 敷地と校舎の四方は公道に面し、南側と東側は住宅地で、高層マンションも建つ、北側は住宅地で学校の通用門前は公園で、西側は住宅地である。笹塚地区で最も賑やかな十号通り商店街が西側近くにあるにもかかわらず平成で便利な場所である。笹塚小学校は1920年に 東京府豊玉国与畑町畑大神城高等、小学校笹塚文教場として開設された。1941年に東京市笹塚国民学校と公明変更。1943年に東京都笹塚国民学校と公明変更した。第二次世界大戦後の学生改革によって東京都渋谷区笹塚小学校に公明変更した。 2000年に地方自治法改正により東京都の冠を取り渋谷区立笹塚小学校と公名変更した1922年3月文教場児童全員の記念写真1924年の校門と校舎。ありがとうございます